まずは23区です。千代田区のメイドカフェなどで作る業界団体の決起大会が22日に行われました。違法なサービスを行う店をなくすため、協会の加盟店を紹介する地図を作り PR していく方針です。江戸川区によりますと、区内で去年刑法犯を認知した件数が戦後最少となりました。件数は19年連続で減少していて、2000年と比べた減少率は23区で1位だということです。続いて多摩地域です。府中市は市立の小中学校18校に二酸化炭素センサー付きの換気扇を設置しました。センサーが二酸化炭素濃度を測定し自動で換気します。武蔵野市は今年4月1日時点で待機児童数ゼロを達成したと発表しました。今後も希望する保育施設に入所できるよう政策を進める方針です。